レールに乗らない自分を貫く人生をえ、ハリー村長だぽいこんにちは。え、今日はですね、えー、狩猟免許っていう試験がありまして、その話をしたいと思います。今僕、あの、狩猟免許試験、まあ実は明日に控えておりますが、え、大体ですね、どんな感じかみたいな、まあ、結構ね、あの、Facebook とかに投稿したら、引き合いが強かったんで、ちょっとその話をしてみようかと思います。 まずね、狩猟、まああの、僕は単純にやってみたいなって思って受けてるんですけれども、えっとですね、えっと、しゅハンター、狩猟はですね、これ、あの、えーまあ、県とか国もそうだと思うんですけど、今、すごい求めてます。なんで求めてるかってことなんですけども、これはですねあの山が荒れてるんですね。なんでかっていうともうイノシシ あと日本ンジカがもう増えすぎてしまってもうそれでもうあのこの水あのー、農,水農水っていうかあの畑とかの被害もすごいし鹿とかはねあの食べ物がなくなるとあの木の皮も食べちゃうんでねそれであの山が荒れるということでですねあのー、ハンターは募集すごいしてるんですねでえっとまあ基本的にはなんか 僕もこのの一連の手続き、うん、まず猟友会あのコーチの猟友会に申請用紙取りに行ってなんかいろんな,あのなんか病院行ってなんか転換持ちじゃないとかの証明みたいなのもらってで提出してで初心者講習を受けて試験っていう流れなんですけどまあ結構ねあの、まあ、あのなってもらいたいっていう感じを受ける受けるわけです。 その一方でね、あの、面白いのが、なんていうのかな、結構ね、ざっくりしてますね。すごいざっくりしてます、なんか。あの、対策とかどうなみたいな思ってと,とったんですけど、今になっても、どんな感じになるかって、ちょっと想像がつかないという感じで、まあ、実技の方は、あの、初心者、まあ、基本的には初心者講習出て、 そこで言われた講師の方が読み上げたポイントをしっかり復習したりあとこの狩猟免許試験例題集っていうのをやればまあ問題ないよっていうようなトーンなんですよで実技も、まあ、その初心者講師の時にちょっとこういう風にやったらええよっていうトーンなんでまあ大丈夫かなとは思っておるんですが <laughs> 本当に落ちたらシャレにならんなと思いますこれね確か 試験料がなんか1万円とかしたようと思う気がするんで、まあ、補助は出るとはいえ、えー、そうなんでん、ちょっとね、ちゃんとやろうと思ってます。えー、ですね、あのー、ざっくりしてるっていうのは面白くって、なんだろうな、なんか、その例えば罠だけなんで、こうわその罠,罠はあの鳥は関係ないんで、 鳥のところはもうやんなくていいんですかとかなんか要はこっちから質問しないとあの分かんないっていう <laughs> とにかくあんまりこうなんですかねこっちからなんか発信しないと得られないっていうまあちょっと多分アメリカに留学とかしたりとかもそういう話聞くし多分そんな感じなんでしょうね。 だからそういうところは、あの、別に愚痴とかじゃなくって、あの、気をつけてるというか、自分で、その主体性を持って取り組んでいるところです。うん、そういう質問もしたし。で、ちょっと面白かったのが、あの、この、狩猟してもいい鳥獣、えー、と動物とそうじゃない鳥獣がいるよっていうので、 なんか、あの初心者講習の時もね、模擬試験みたいな16問ぐらいやったんですね。なんかこう、さっと見せるとこんな,こんなね、こんな感じなんですけど、んで、スライドが出てきて、パッと出てきたら、消すっていう感じで、これは終了していいのか、悪いのか、みたいな、えー、テストがあったんですけど、何点だと思います ?16 問出たんですけど。何点だったでしょうかはい。じゃじゃーん。 16分の16満点だったんですねいやーもうねちょっと懐かしいというかこういう試験って <laughs> なんかもうなかなかね大人になるとこうやって、えー、机だけに向かうっていうのはなかなか少ないので、えー、逆に新鮮ですけれども、まあ、集中力ってね今の時代本当に保つの難しくなってると思うんで今の,あの中高生とかねほんと大変だなーっていう風うに思います。 まあ、あのそんな感じでですね明日あ日試験をちょっと頑張りたいと思っておりますでまあハリー村のですねが何を目指しているのかみたいなところはこれはですねあのまた明日ちょっと収録したいと思っておりますので、まあ、そんなところでですねえっ、ー、とまあ今はちょっと単発の動きがなんかいろいろ見えてきているところだと思うんですがちょっと楽しみにしてみてください はい。えー、それではですね。えー、また、えー、明日お目にかかりましょう。青年用ビジョンだけ。えー、ハリーョ長でした。バイバイ。